はい、どうも、ワンミレです。今日はですね、ちょっとしたお気持ち表明、ちょっとバカなコメントが来たんで、お気持ち表明したいなっていうのがあるんですけど、一体なんじゃいっていう話なんですよ。ね。何かっていうと、ダイワのエギングリール、エメラルダスエアーっていうリールがありまして、そいつが巻くときにシャーシャー音が鳴るのが気になると。で、それに対してメーカーに問い合わせたら、メーカーから以下の回答が来ましたと。確かね、メーカーの回答をそのまま転載することって、禁止されてるはずだから、だから画面は今回映しません。バカの片棒担ぎたくないんで。うん。で、それがどんなコメントかっていうと、まあ、リールは精密機械ですと。ね、理想は無振動無音なことですが、ギアの噛み合い、ベアリング、シャフト部、クラッチ部、ブレーキシステムなど、あらゆる部品同士の接触部から構造上どうしても振動や音は発生しますと。うん、また、スムーズに回転するように各部にある程度のクリアランス、隙間ですね、を設けておりますので、それによる音や振動もあります。問題はその大きさのレベルで、まあ、現物を見せていただかないと判断できませんと。ね。で、また、弊社のリールに関しましては、また、最近のリールに関しましては、ギアの耐久性を向上させるために、ピニオンギアとドライブギアに硬い素材を使用しておりますと。ね。で、そのため、硬い素材を使っとるから、ギアの鳴らし運転っていうのは、ちょっと時間がかかるわけじゃないですか。ね。じゃあそれが不十分だから、十分なギアの馴染みまで至ってないから、製品をパッと箱から出した時に、ギアのザラつきや擦れ音が若干残ってる場合がありますと。ね。実際1、2回使ってもらったら、ギア同士が馴染んで、ザラつきや音も静かになるケースが大半でございますと。うん。ね。その後にも、ギアのザラつきや異音がございましたら、何かしらの不具合が発生しとるかもしれないんで、お問い合わせくださいと。ね。検品をご希望の場合は、弊社へ送りいただきましたら、メーカーの調整にてお取り次ぎさせていただきますと。もちろん送料はお客様負担ですよっていうのがあって、まあ、この質問したやつは、このね、俺の動画にコメント書いてきたやつは、自分が望んどる結果を、ね、メーカーが回答せんから怒っとるんですよ。だから俺のところに転載したわけじゃないですか。ね。それに対して私は返したわけですよ。うん。ね。至極、普通かつ当然の回答ですね、と。特に、エメラダスエアーのような、軽量かつ高感度なものだと、他のリールでは打ち消されるような振動や音も拾うのでしょう、と。ね。私はカルディアで似たような状態でしたが、それは明らかに部品同士が擦れている振動や音だったので返品したこともありましたと。今回のケースはそうでないみたいなので大丈夫だと思いますよと。うん。ですので、そのような症状がない場合は、ダイワの言う通り、しばらく使ってみることを、お勧めしますと。どうせ馴染みますって返したら、ね。こんな返答が来たんですよ。ネットで購入と。ね。変装するから、音のないものに変えてくれと言ったら、無視されて、コピペした模範回答が来ました。相当数の問い合わせがあると思われる。なんかね、メーカーが都合が悪いから隠しとるみたいな、その陰謀論みたいなことを、ごちゃごちゃ言うとるわけですよ。ね。そりゃそうでしょうね、と。ね。そんなバカなね、ものに対して、ね、わざわざ返品交換とかやっとっても、しゃあない。キリがないじゃないですか。さじ加減なんて人それぞれだしさ。ね。ね、そりゃそうでしょうね。それに対して俺はこれを公開したわけよ。そりゃそうでしょうね、と。ね。物理的な摩耗の心配がないのであれば、耳栓買った方が幸せになりますよって。ね。そしたらね、こんな返信が来たんですよ。多分私の話は聞いてないんですよ。うん。私のコメントに対する返信というよりは、自分がこう言いたいからこう言っとるっていう一方的な語りですよね。壁に向かってボール投げたなんて一緒。キャッチボールではないんですよ、この時点で。特にハイエンド機は絶対に実店舗で回して、探すべきだというの結論に、ネットはリスキーみたいな感じで、ね。メーカーが悪いんじゃなくて、今度はネット通販が悪いって言い出したんよ。お前の論点どうなっとんじゃってちょっと思ったんだけど、ね。そこに対して私は丁寧にこう返信しました。ね。ネットだろうが、店舗だろうが、出荷元は同じなので、無関係かと。
ね。きっと店内で回しても賑やかな店内の BGM にかき消されて気づかずに買って、家に帰ってお隣にがしてね、イライラするのではないでしょうかと。ね。それに精密機械ですから、店舗で無音でも1回2回釣りしたら、逆にクリアランスがずれてね、ね。バタンと倒したりとかさ、そういう振動とかをね、衝撃とかを与えたら、クリアランスがずれて、お隣が出たって言ってね。そういう場合、そういうね、イチャモンつける人間ってのは、たった数回使っただけですぐに不具合が出た。メーカーはどうかしてるよみたいなこと言うわけじゃないですか。ね。ってなると、ね、そういうのはオチやと。落ち着けと。俺は言ったわけですよ。うん。でね、俺をね、そのね、多分俺に賛同してほしかったんでしょうね、その人って。うん、俺にね、そうだそうだ、台湾は悪だ、ネット通販は悪だって言ってほしかったんでしょうね。で、そういう現地が取れないから、もうそこから一人語りが始まったわけよ。ね。そうですかって。ね。難しいなって。機械物は個体差があるからな、ガチャの世界だなって。金持ちなら複数買ってもいいだけで抽出できますがね、みたいな感じでなんかごちゃごちゃ言うてさ。使用によりね、ずれる品質ってどうなってんねん、みたいな感じで別にリールだけじゃないわけですよ。それって。世の中の工業製品、精密機械と言われるのはそうなんですよ。それが理解できてない。そういうやつっていっぱいおるわけですよ。だからメーカーってそういうバカみたいなやつをさ、ね、メーカー1に対して、ね、俺もこうやって YouTube やっとるからわかるんですよ。ね、この YouTube のチャンネルは私一人で運営されてるわけですよ。けどね、様々な視聴者、様々なコメントをしてくれる人っていうのがいっぱいおるから、ね、向こうからしたら自分1対こまめり1なんですけど、私からしたら自分1に対するね、大多数、100でも200でも1000でも2000でもあるわけですよね。正直なとこ。うん。だからそれを考えたらさ、そりゃあね、同じ質問が来たら同じように返すしかないからさ。うん。だからメーカーって、なんか、切ないよねってなんか思うよね。こういうのをちゃんと発信するのが YouTube ちゃうんかいみたいなことは思うんだけど、けどそういうことはね、YouTuber はできないですから、まあそんなことは置いといて、はい。なんで私はここに提案します。はい。大和さん、耳栓出しましょう。耳栓。はい。耳栓を出すのがすごいいいと思います。はい。なんだろう、イヤホンとかでもいいと思いますよ。これを機に、ノイズキャンセリング機能の、イヤホン出しましょう。もちろん、外部のね、音取り込み機能のイヤホンでもいいですよ。耳栓でもいいですよ。うん。名前はそうだな。技術特性はそうだな。サイレントインミミキーでいいんじゃないですか？ね。サイレントインミミキー。いいじゃないですか。なんか、島のっぽい名前をさ、ちょっともう皮肉ってさ、ね。サイレントドライブとかなんかいろいろあるじゃないですか。それのサイレント。ね、音がしないサイレントと、ね、インフィニティじゃなくて、ね、耳にインする耳栓だからイン。ね、フィニティじゃなくて耳。耳に入れるもんだからインミミティということで、なんかそういうユニークな耳栓を出したら、多分、そのリールのね、クレームは、なくなるんじゃないかなっていうね、ちょっとした皮肉を込めたお話でございます。俺の時のカルディアはさ、そんなことなかったから。うん。それこそ、もちろんね、音が鳴るのは当たり前だし、なんやったら、リールには空気穴ってのがついてますから、その空気穴の、ね、通る空気のね、流れが変わって、口笛とかだ、リコーダーとかと一緒ですよ。で、吹く。ね。ちょ、音入っとくか知らんけど、ね、口笛とかリコーダーとかと一緒ですよ。吹く角度によって、ね、塞ぐ穴によって、音階が変わったりとかするわけじゃないですか。ね、そうでしょ？そうでしょ？それと一緒なんですよ。だから、そんなことに対してイライラ、ね、してね、なんか、それでなんかメーカーは不都合なことは無視したりとか、テンプレートの回答しとるとかさ、なんかわけのわからんね、ことにグリグリになってね、シャーシャーね、イケシャーシャーとなっとるのはどっちやと。うん。お前らの方じゃないかいって俺は思うわけですけど、うん。そういうのってものすごい多いんでしょうね。まあ過去に私もそんな気持ちはありました。ね。でも世の中にはね、子供を笑うな、来た道だ。年寄り笑うな、行く道だってのがあります。はい。子供を笑ってはいけません。あなただって子供の頃に同じことをしたじゃないですか。年寄りを笑ってはいけません。あなたも年を取ったらこうなるのですから。
ていうのがあるわけですから、私はね、この人たちをね、バカと言って騒げすぎますけど、なんかね、貶めるのもまた違うのかなってのは思いますんでね。まあ、これくらいにしておきますけど、はい。大和さん、ぜひね、耳栓、出していただければ、私、無料で、案件としてね、レビューいたしますので、はい。お話しいただけたらなと思います。はい。はい、そんな感じのお話でした。以上。